今回ご紹介するのは、Radic のブレイクビートというクエストラブさんが監修したコンパクトドラムキットです。バスドラム、フロアタム、タムタム、スネアドラム、チューニングキー、そしてバスドラムライザー、タムホルダー、そして各シェルに対するバッグが付属してくるというのがセット内容です。はい、大、え、体、ー、いいですね、まずは さっきちょっと体操座りっぽくしたんですけど大人がまあちょっと体操座りしたぐらいのスペースでドラムセットってこう置くことができますね。フロアタ頭が16インチなので、まあ、幅もこのセットの場合は小さくて済みますね。では、えー、とバスドラムをまず置いて足をこのようにセッティングします。 えー、このドラムセットはですねライザーといってバスドラムの高さを上げてより低域を増やすというパーツがついてるんですけれどもちょっと今回の思想ではあえて使わずにセットしています、えー、この状態でタムを1回どかしてフロアタムからいってますねあのタムホルダー先に挿してタムからいっても構いません、えー、今回は、えー、ちょっとペダルをですねちょっとあの全然違う場所に置いてしまったんですけれども、えー、ハードウェアの 山に、えー、入れとけば、えー、後で片付ける時は山の,山の中にちゃんと片付けますので、まあ、スペース的には、えー、<laughs> 初めいった形ですねで大丈夫ですでは、えー、スネアドラムを置きます高さとかも基本的には固定で大丈夫ですよね、えー、タムホルダーをこのようにエロロットなのでスネアやフロアをつけた後にも、えー、上から刺せる これがやりたたくてわざとタムを後にしましま初めにタムね、セッティングしちゃった方が早いんですけどね。えー、そしてシンバルですね、えー。よいしょ。こんな感じで置きます。だいたい横幅ですね。えー、とスタンドのところも含めて1 7 0ンチには収まる感じでした、えー。スタンドのこの足のところを含めてですね。まあ、もっとあの狭くすることは、まあ、可能だとは思うんですけれども。 基本的にあの普通に使うところというの基準としてでは、えー、とハイハットを置きます、えー、ハイハットのこの、ね、クラッチはレモのクイックロックハイハットクラッチを使っていますこれだとあのすぐセッティングできていいですね、えー、最後にシンバルを置きますシンバルも、えー、とこれ玉のクイックセットシンバルメイトというのを使ってもうこうじじゃなく使える感じですねでは叩いてみます はい、えー、こんな音のドラムセットですね。でちょっとあのドラムセットを片付けるとこまでやってみましょうか。えー、まず、えー、スネアドラムがこれ14インチで一番大きいですね。縦、えー、積みするときはヘッドの上にこういう感じで段ボール箱でちょっと作ってあるんですけど、えー、カバーがあるといいですね。フロアタム、えー、これが13インチ ×13 インチのものですね。でその上に、えー、タムを乗っけると。 えー、今回このドラム自体そんなに、えー、とフープもねプレスフープで、えー、重量が重くないので、えー、こう初めから3つ、えー、重ねてしまっています。えー、シンバルを外しましまて 次なんですが基本的にハードウェアとかですね足を畳むだけ高さ調整とか分解しすぎると次に使う時にちょっと大変になってくるので持ち運びをするという前提がなければこのようにただ足を畳むだけで置いておくのがいいと思いますシンバルスタンドも同じですねでさっきあの違うところから出してきたペダルですね今回はラディックのスピードキングを使ったんですけれどもそれも さっききのののハーードウェアの山の中に入れておきますす、えー、タムホルダーですね、はい、ちなみにですね、これ後で時間計ってもらうと面白いと思うんですけれども、あ、これギタースタンドにこうやってあのシンバル置くといいですね。えー、時間計ってもらうといいと思うんですけれども、えー、これセッティングを始めて、そしてさっき演奏しましたよね、叩いて、でこれしまうまでの時間が約5分です。なので、あの割と、 スペースが小さく済むというのと、えー、こういうふうに簡単にセッティングとかできるということが分かってもらえればいいなと思いました。はい、こんな感じです。はい、えー、ライザーというパーツですね、えー。バスドラムのフープにこのようにつけます。 でえー、と足を伸ばして高さを調整して、えー、とペダルの、えー、白いビーターの部分です、ね、が、えー、ヘッドの真ん中あたりを叩くことで、えー、低いより低い音が出るという形で僕はあのそのままの音が好きだったのでそのままでデモをしたんですけれども、えー、こういう音が好きな方も多いと思いますでは、えー、聞いてみてください はい、これが付属のバッグですね。えー、バッグというか、まあ、カバーですね。えー、これあのタムとかすべてのシェルについていますので、えー、このカバーをつけながら叩くとかいうデモをクエストラブさんがやっていたりするのでまた、えー、かっこいいので見てもらえればいいかなと思います。えー、ちゃんとこうロゴもついててかっこいい感じです。 はい、ということで、えー、コンパクトなドラムセット、えー、ラディックのブレイクビートですね、えー、お値段も、えー、かなり、えー、お買い得な形になっておりますのでよろしくお願いします。それででは、白白井ミュージックの白井とし,みつでした。